チャクラ。チャクラは、サンスクリットで、円、円盤、車輪、ろくろを意味する語である。ヒンドゥー教のタントラや、ハタヨガ、仏教の後期密教では、人体の頭部、胸部、腹部などにあるとされる中枢を指す言葉として、用いられる。輪と簡約される。チベット語では、コルロという、タントラの神秘的生理学説では、物質的な身体、荒尾ミ。 ストゥーラシャリーラと整備な身体、この細身、スークシュマシャリーラは複数の脈管とチャクラでできているとされる。ハタヨーガの身体観では、ナーディーはプラーナが流れる微細身の動管を意味しており、チャクラはこの細身を縦に貫く、中央脈管、スシュムナーに沿って存在する細かい脈管が円形に絡まったそうであるとされる。 身体エネルギーの活性化を図る身体重視のヨーガであるハタヨーガでは身体宇宙論とでも言うべき独自の身体感が発達し、蓮華様円盤上のエネルギー中枢であるチャクラとエネルギー循環のあるナーディー、脈管の存在が想定された。これはハタプラディーピカーなどのハタヨガ文献やヒンドゥー教のタントラ文献に見られ、仏教の高貴密教文献の身体論とも 共通性がある。現代のヨーガの参考図書で述べられる身体感では、主要な三つの脈管と身体内にある六つのチャクラ、そして頭頂にいただく一つのチャクラがあるとされることが多い。この六輪、プラス一輪というチャクラ説は、筆名アーシャー・アバロンアーシャー・アバロンが著作ヘビの力で英訳紹介した六輪解説に基づいている。 この書物は十六世紀ベンガル地方で活動したシャークタ派のタントラ行者プールナーナンダが1577年に表したとされるもので、これについてミルチャエリアでは最も正当的なチャクラ感を表は文献だと評した。アーシャー・アバロンによる紹介以降、この六輪プラス一輪のチャクラは定説のように見られているが、実際は学派や流派によって様々な説がある。 例えば、平和ジュラタントラなどの仏教タントリズムでは四輪説が主流である。愛知文教大学の遠藤康氏は、六輪解説における身体感は、脈管とチャクラに関する比較的詳細でよくまとまった解説であり、チャクラを含む伝統的な身体感を原点に遡って理解する上で有益な文献であるが、あくまで特定の流派における論である、と指摘している。 表彰文化論を研究する埼玉大学基盤教育研究センター准教授の加藤幸子によると現代に広く普及した虹色と七つのチャクラを関連付けた身体論は近代神知学のチャールズ・ウェブスター・レドビータ1854年から1934年が考案したものである。彼はインド由来のヨーガの教典とも西洋の信仰や 神秘主義の文脈からも断絶する形で、1927年の著作で七つのチャクラのプラーナの色と西洋虹の七色を独自に関連づけた。近現代洋画、ニューエージやスピリチュアル系の思想に取り入れられている。そういった言説では、チャクラの七色はインドの伝統に由来するかのように伝えられるが、事実とは異なる。ハタヨーガの古典では、チャクラはパドマ、 蓮ンと呼ばれ、同書第五章では、アーダーラパドマからサハスラーラパドマまでの七つの蓮ンについて詳述されている。加藤幸子によると、伝統的なチャクラの色には体系的な秩序はほとんどなく、さほど重視されてこなかったのかもしれない。現代のように、各チャクラに虹の七色が当てはめられることはない。以下の七つのチャクラの解説は、新地学と、 チャールズ・ウェブ・スター・レッド・ビータのチャクラ・モト・ヤマ・ヒロシ役1975年、平川出版社とアーサー・アバロンのヘビの力1974年、英語版という西洋文献を参考に、インド仏教研究者の立川武蔵が考察したものを中心に述べる。参考文献に西洋的解釈、新知学的解釈がどの程度入っているかは不明。 インドの後期密教のタントラ聖典では、一般に主要な三つの脈管と、へそ、心臓、喉、頭、未見の四輪があるとされた、四輪三脈節。最上位は、ヒンドゥーヨーガのサハスラーラに相当する、ウシュニーシャ、カマラ、イタダきレンゲ、または、マハースカ、カマラ、大楽レンゲである。他の三つは、へそにある、変化ミ、ニルマーナカーヤのチャクラ、心臓にある、 骨身、ダルマカーヤのチャクラ、喉にある、受容味、三謀がカーヤのチャクラであり、物身の酸味に対応している。自輪ンタントラはこの四輪に登場と秘密どころ、世紀の規模に相当のチャクラを加えた六輪六、脈節を取る。平岡孝一は、チベット仏教の無常湯がタントラの五つのチャクラとして、大楽輪、登頂、受容輪、喉、後輪、胸、変化輪、 へそ、守る学林、秘密書を挙げている。平岡によると、ゲルク派の解釈では、チャクラは、中央脈管と左右の脈管が絡みついている位置に、あり、縦に伸びる、中央脈管を幹として、枝のように横に広がる脈管の草むらを成していると、される。チベット仏教の指導者である、ダライラマ14世は、その場所に心を集中すると何かしらがあるという、反応が得られると述べている。 仏教の俗チェンのラマであるナムカイノルブの説明によれば、チャクラは樹木上に枝分かれした脈管のスポーク状になった合流ポイントである。主要なチャクラは樹木の幹にあたる中央脈管上にあるが、他にも多くのチャクラがある。そして、タントラによって、チャクラの数が異なるのは一貫性に欠けているわけではなく、基本的なプラーナのシステムの概念は共通しており、 様々なタントラの修行において、それぞれに異なったチャクラを使うため、それぞれのテキストでは、必要なチャクラだけが書かれているのという。仏教学者の田中博明は、後期密教の生理学的なチャクラ説の源流として、第二経営に説かれる五次元未完を挙げている。これは、体の五箇所に五代に対応する五つの主事を配する漢方で、行者の体を、 逸話等とか推着を持つものである。田中によると、五次元未完は、密教の身体論的思想の方がであり、精神を集中させる重要なポイントが体にあるという発想の契機となった。中国の道化や内丹術の伝統的な身体論には、インドのチャクラに必すべき単田という概念があるが、信代のビンコウストラは、ヨーガのチャクラの概念を内丹術に取り入れた。 チャクラの概念は欧米に紹介された。近代新知学のチャールズ・ウェブスター・レッド・ビータ、1854年から1934年は、洋ガの修行で、チャクラが覚醒したと主張し、1927年に、ザ・チャークロスを書いた。加藤幸子によると、レッド・ビータが初めて虹、つまり、太陽のスペクトルの七色と、各チャクラのプラーナの色、ス青、緑、木、 オレンジ、シンク、これらを統合したバラ色とされているを関連付け、オーラを体系化した。ザ・チャークロスでは、近代新知学の創始者ヘレナ・ピー・ブラバツキーの、シークレット・ドクトリン3巻452ページを参照せよとあるが、そこに、チャクラと色に関する記述は見られない。彼はチャクラを、ヨーガ・スートラと切り離し、虹の信仰を伝統的な、西洋起源の宇宙論的で、 契約論的な信仰とも切り離し、西洋神秘主義的な彼以前の近代新知学とも異なる形でチャクラと虹の七色を結びつけ、システマティックな身体論にまとめた。レッドビータの虹色チャクラ説はニューエイジやオーラソーマなどのカラーセラピーの原点に神話するようなものだった。彼のチャクラオーラの概念は西洋オカルティズム、ニューエイジにも導入された。 ニューエイジ系の人々の中には、オーラ、生体が発散するとされる霊的な放射体は、チャクラから生ずると考える人もいる。欧米のうが、霊気などのエネルギー療法、手当て療法、日本の新宗教、霧山康草のアゴン州、オウム真理教、玉光神社の元山博主催の宗教、心理学研究所などにも取り入れられている。オウム真理教は、 チャクラの位置の電位を測定するなどして、チャクラの存在を科学的に証明しようとしていた。チャクラ図や宗教における語孔などはあくまで象徴図、レトリックであり、伝統的にそれが物質的になんであるかが論じられることはなかった。初期のオーラ論者たちは、オーラと霊的な力に物質的な裏付けを与えようとし、レッドビータはプラーナを虹色であるとし、当時の生理学、 物理学を使って、チャクラやオーラ現象を物質世界の現象を結びつけて論じることで、オーラとチャクラの概念を物質化し、スピリチュアルでありかつマテリアルであると考える傾向をもたらした。現在もチャクラを実在すると考え、現実の肉体における内分泌腺などと霊的に直結し、それぞれのにも対応していると考える人もいる。チャクラは霊的肉体にあり、 通常の人間には見えないが、は、霊視により、過弁状に見えるとされ、と、それぞれのチャクラの性質に応じた能力が、発揮できるようになると言われることもある。仙骨は赤オレンジ、セクシュアリティやバイタリティと関わっているというように、もっともらしく、感じられるような色が、それぞれの能力に当てはめられている。非常にわかりやすく、色彩論における、反起性主義とも言えるような言説である。 加藤幸子は取り上げられる能力は人間が持つ相対的な能力というより高度消費社会の住人が生きるのに必要な能力に限定されていると指摘している。加藤は20世紀初頭のオーラ論は人種差別、女性別視、病気や障害を持つ人への差別の温床になっていたが、レッドビータの説はそれらとは大きく異なり、全ての人間が7色のオーラを持つとすることで、 グローバル化、ポストコロニアル化が図られており、また世界ではなく個人が、虹の七色を持ちそれを掌握すると考えることで、個人の深刻化,化に帰結していると述べている。彼の思想は、後のニューエイジや自己啓発の高度消費社会の喫茶に近い言説で、問題意識はグローバルなものであり、ニューエイジ思想の成立に大きな影響を与えたとことれている。現代では、チャクラやオーラ論は、 新しい地位のトポロジーになり、セラピーや健康維持として消費されている。以下は、夢枕幕の小説、キマイラ・クシリーズに登場するチャクラ。また、岸本人志氏による漫画、ナルトナルートでは、チャクラは、甘ねく術の礎となるエネルギー、万物を生成する聖器とされ、エネルギーの中枢ではなく、エネルギーそのものを意味することとして使われている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。